こんにちは、お元気ですか？管理栄養士の丸尾和樹です。日本の和ご飯の素晴らしさを伝えております。今日の動画はですね、こちらです。甘酒を毎日飲むと体はどう変わる？変わるんです。甘酒を飲むと体確実に変わっていきます。今日はね、そんなお話をしたいと思うんですが、まあ甘酒というとね、腸活ブーム、そして発酵食品ブームで、かなりこう一般的な飲み物になってきたかなと思うんですね。飲む点滴なんて言われるぐらい、非常にね、体にいい、腸にいいと言われているわけなんですが、まあ確かにね、腸にもいいんだけども、他にもですね、この甘酒というのは様々な健康効果、そして美容効果を持った素晴らしい飲み物なんです。今日はですね、そういった効果と、さらには正しい飲み方もお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、まず最初にね、大事なお話をしたいと思うんですが、この甘酒というのはね、一口に甘酒といっても、二つの種類があるんです。一つが米麹甘酒、もう一つが酒粕甘酒というもので、これね、全然味わいも作り方も違うものなんですね。まずはこれを押さえていきたいと思います。米麹甘酒というのは、まあ、現代でね、一般的に飲まれている甘酒はこちらの方が多いんじゃないかなと思います。まあ、普通にスーパーとかで甘酒として売られているものも、まあ、こちらが主流かなと思いますね。まあ、要は、麹菌によって、お米を発酵させて作った飲み物になります。で、これはね、甘いんですよ。なんで甘いかっていうと、お米に入っているでんぷんがですね、発酵によってブドウ糖という、甘みをね、感じるものに変わりますので、甘いというふうに感じます。なんですが、この酒粕甘酒の方はね、全然作り方が違っていまして、これまあ酒粕というね、言葉の通り、日本酒ですね。日本酒を作った後の絞り粕。日本酒を絞った後の絞り粕ですね。これを酒粕と。で、これを、まあ、水に溶いてですね。で、そこに、まあ、砂糖を加えて作ったもの。これが酒粕甘酒になります。どうしてね、砂糖を加えるのっていうとね、発酵によってですね、このお米の中のでんぷんが、まあ、ブドウ糖になり、さらにこのブドウ糖がアルコールになっていくんですね。日本酒になる過程で。なので、この甘みの元であるブドウ糖がなくなってしまうので、甘くないんですね、酒粕って。なので飲みやすくするためにそこにまあ砂糖を加えているというような形になってきます。ですので一口にね、甘酒いいよ、甘酒いいよって言っても、どっちのタイプなのっていうことですね。それぞれ成分も全然違いますし、まあ、作り方もね、違ってきますので、まずここはね、押さえておいてほしいなと思います。はい、そして次にですね、この甘酒の成分について見ていきたいんですが、まあ何と言ってもね、ポイントは発酵なんですね。まあ二つともね、原料はお米です。ね、酒粕を作るのももともとはお米。米麹甘酒も、まあお米から作られるわけなんですが、お米とはね、全然成分が違うんですね、甘酒っていうのは。どうしてかっていうと、発酵なんです。はい。この麹菌の力によってですね、発酵して、それによって成分がね、増えるんですね。これが発酵食品の素晴らしいところなんですよ。なんかね、発酵食品っていうと、その菌を取れるからね、その菌が腸にいいんだっていうね、確かにそれも間違いんじゃないんだけども、もう一つ大事なことは、この発酵によってね、成分が爆発的に増える。甘酒にはですね、なんと300種類以上の成分が含まれているということで、そのお米には含まれていない成分が発酵によってね、できてくるということなんです。じゃあどういった成分が含まれるか、まあなぜ300種類もねありますので、これ全部ちょっと紹介はできないんですが、例えばね、さっき挙げたブドウ糖ね、これ甘みを感じるブドウ糖だったり、あるいはね、オリゴ糖ですね。はい、これもね、腸内細菌の餌になるものですけども、こういったものもできてくる。さらにはね、ビタミン B 群ね、これ代謝だとか、まあ疲労回復だとかね、あと美容なんかにも関係してくるビタミン B 群、大事な成分ですけども、こういったものもできてくる。で、その他いろいろ、もう本当にね、300種類ですので、まあいろんな成分があって、で、そういった多様な成分によってですね、様々な健康効果が得られるよというわけなんです。はい。ではですね、その健康効果の方をね、見ていきたいと思うんですが、そう、さっきお話ししたみたいに甘酒ってのは2種類ありますので、このどっちの甘酒なのかによっても健康効果は若干変わってきます。まあ、そこも含めてね、お話をしていくんですが、最初にですね、一つまあポイントというかね、お伝えしておくと、特にね、健康効果が高いのはね、酒粕甘酒の方なんですよ。
なんかこう一般的にはね、酒粕甘酒って砂糖を入れるからね、砂糖を使ってない麹のね、米麹の甘酒の方が体にいいんだって言われることも多いんですけど、実はね、酒粕甘酒の方が健康効果は高かったりしますので、まあ、それぞれね、異なる効果を持っているんですが、この酒粕甘酒の方もね、ぜひ覚えておいてほしいなというふうに思います。はい、例えばね、この健康効果いろいろ挙げてみたんですけど、まずね、血圧を下げてくれますよとかね、あと免疫を刺激してくれて、まあ、免疫力をね、こう高めてくれるような効果ですとか、あと動脈硬化の原因になるようなコレステロールを低下させてくれる。実はね、こういったものっていうのは酒粕甘酒の効果なんですよね。米麹甘酒ではそういった効果は今のところ確認されていないので、実はこういった生活習慣病予防だったり、あるいは感染予防だったりっていったところでいくと、酒粕の方がね、効果高いかもしれないよということになります。で、他にはですね、便通改善効果、まあ、これはね、両方期待できるかなと。やっぱり菌がね、取れますので、腸にもいいよというところと、あとはこのオリゴ糖だったり、あるいはね、酒粕には、レジスタントプロテインっていうね、これ食物繊維みたいな働きをする成分だったり、まあ、そういったものが入っていることによって、実際ね、人の試験でも、便通が改善されましたってことが報告されていたりします。あとはこの疲労回復ね、これはね、特に米麹甘酒で強いです。やっぱりこのブドウ糖ね、これ吸収が速やかに行われますので、例えばね、ある実験だと、長距離ランナーにですね、この米麹の甘酒を飲ましたところ、その疲労回復がね、早かったということが出ていたりしますので、そういったね、疲れた時にも、甘酒すごくおすすめです。はい、そしてですね、まあ、このような様々なね、健康効果が確かめられている甘酒なんですが、健康だけじゃないんですよ。この美容効果、ここも素晴らしいんです。もう女性の方にはぜひ聞いていただきたいんですが、これね、いろんな試験によって様々な美容効果があるということが確かめられているんですよね。やっぱり発酵食品ね、腸にいいわけですよ。便通改善効果もあったりして、で、やっぱ腸が綺麗になると肌もね、調子が良くなるって言われるんだけども、それが本当にね、こう確かめられていますよということで、まあ、これ実際に、ね、研究が行われているんですが、例えばね、40歳から60歳代の女性17人を対象に行った研究で、この酒粕と、米麹両方ですね、使用した甘酒を、1日2回、1ヶ月間にわたって取ってもらったよと、そうしたところですね、美容効果があったんですね。はい、目の下のクマ、さらには髪のツヤが改善されたね、肌の色が明るくなって髪のツヤが増したっていうことですね。で、さらに肌測定を行ったところですね、この皮膚の明るさも、上がっていたよと、はい、いうことが確かめられています。で、さらに面白いのがね、この皮膚の表面温度を測定してるんですけど、なんとですね、甘酒を飲むことによってこの皮膚の表面温度が上昇してるんですね。これどういうことかっていうと、つまりはね、血行が良くなってるんですよね。その肌の血行が良くなることによって、温度が上がっている。これね、血行ってすごく大事なんです。なぜかっていうと、その皮膚の新陳代謝に必要な栄養成分とか、あるいは酸素とかですね、そういったものがきちんと行き渡るようになるということですので、これね、美容効果があったということなんですね。で、さらにもう一つ、今度また別の研究でして、30歳から60歳代の男女46人を対象にですね、今度これ米麹の方ですね、米麹を、使用した甘酒を1日1本ですね、8週間にわたって摂取してもらって、で、また肌測定を行いましたということなんですが、その結果ですね、この甘酒を取ったグループにおいて肌の弾力性が上がっていましたよと。で、たるみがね、こう収まっていたと、まあ、少なくなっていた。で、さらには毛穴が目立たなくなっていたと、まあ、つまりこれ肌の張りが良くなったってことですよね。はい、いうことが確かめられていると。まあ、実際に日本人を対象に甘酒を飲んでもらった研究でですね、これだけの美容効果確かめられていますので、これはもうね、飲む気ないですね。健康にもいいですし、美容にもいい、そんなね、素晴らしい飲み物が甘酒なんです。はい、ではですね、最後に正しい飲み方を見ていきたいと思います。まずはですね、この種類ですよね。この2種類あるって言ったけど、結局どっちを飲んだらいいのっていうことなんですが、これベストはね、両方取ってほしいんですよ。でね、市販のスーパーとかに売っているもので、米麹も酒粕も両方使ってますよって甘酒売ってるんだけども、いかんせん砂糖が多い。もう原材料表示で一番最初に砂糖、
なので、それはね、ちょっと、砂糖をね、たくさん取ってしまうと、せっかく甘酒がこれだけね、体にいいと言っても、その砂糖の悪影響心配ですので、まぁ、ちょっと難しいなと。なので、まぁ、これね、できる方は、ご自宅で、ね、酒粕を溶かして、そこに、米麹の甘酒を加えて、まぁ、甘みが足りなければ少し砂糖を加える、みたいな感じで、この1番と2番を混ぜてしまう。これがね、一番いい、ベストなチョイスだと思います。まあ、ただね、それなかなか家で作るの難しいよって方もいらっしゃると思うので、だったら、無添加の1番、米麹の甘酒、これはもう普通にスーパーで売ってますから、無添加の1番を買っていただいて、まあ、普通に飲むと。で、酒粕の方は、まあ、甘酒にしてもらってもいいし、ね、そんな2つも飲めないよっていう場合は、粕汁ですね。味噌汁にこの酒粕を溶かすっていうね、粕汁っていう料理があるんですが、まあそういったもので取っていただく。あるいは他の形でね、まあレシピなんかもたくさんありますので、料理としてこの酒粕を取っていただくと。そうすればね、この1番と2番両方取ることができますので、これがね、やっぱ一番いいなというふうに思いますね。で、あと量どれぐらい取ればいいのってことなんですけど、まあ大体ですね、酒粕だったら1日まあ 30g ぐらい取れば十分です。はい、これ以上取る必要はないかと思います。で、あと、米麹の甘酒の方。まあ、これね、市販のものはかなり濃さがね、バラバラで、すごい濃いやつは水で薄めて飲むやつもあるし、まあ、そうじゃないとストレートで飲めるやつもあったりするので、それによってもまたね、カロリー全然違ったりするので、あくまで目安なんですが、まあ、大体ね、1日コップ1杯2杯ぐらいかなと。まあ、100から 200ml ぐらい。まあ、これぐらいがね、目安になるかなと思います。で、これ気をつけてほしいのはね、甘酒って別に飲めば飲むほど体にいいとかね、美容効果があるっていうものじゃないんですね。逆に飲めば飲むほどというか、たくさん飲みすぎるとカロリーが肩になってね、肥満につながったりもしてしまいますので、まあ、いくらね、体にいいからといっても、飲みすぎにはぜひ注意してください。それではここで少しお知らせです。管理栄養士マロの公式 LINE を配信しております。YouTube ではお伝えしきれない健康や栄養に関する情報をマガジンや動画で配信中です。登録するともらえる豪華10代特典もご用意しておりますので、まだ登録お済みになっていない方は概要欄から友達追加してみてください。それでは最後に以前アップしました動画にいただいたコメントを紹介させていただきます。こちらの動画はですね、どの時代の和食が一番健康的なのかというね、テーマの動画でございます。まずは一番いいねを集めました。体喜ぶでしょうが、こちらの方です。これ知りたかった内容です。ありがたいです。ということで、よかったです。ね、面白いですよね。同じ和食でもね、時代が変われば、全然健康効果も変わるということで、非常に僕自身もね、興味深い内容だったかなと思います。続いて僕が一番気になったコメントがこちらです。動画とは関係ない話ですが、丸尾さんを見るとなぜかほっとします。ということで、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。なんか動画の内容もね、もちろん僕はお伝えしたいと思っていますけども、でも見た方がね、まあほっとする。まあ他にどれぐらいの方がそう思ってくださってるかわかりませんけれども、でも自分の動画を見てね、なんかほっとしたなとか、なんか気持ちが明るくなったなって、思ってもらえるのはすごく嬉しいなと思います。これからもね、見た方の気持ちが少しでも上向くような動画を、配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回は以上でございます。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひね、少しでも勉強になった、参考になったという方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。